ついにキャンプも終了し、開幕まで1ヶ月を切り、残すところはオープン戦のみとなってきました。レギュラー構想や開幕メンバーもそろそろ形となってきて、いろんな予想が各メディアでされている一方、岡田の若手たちへの英才教育が注目を集めています。岡田は一次政権時、鳥谷や藤川などまだ経験のなかった選手たちを積極的に起用し、超一流の選手に育て上げた実績があります。今回は岡田の教育論や英才教育を受けている選手たちを紹介していこうと思います。なお、今回の動画は3月2日時点での情報で作成しております。まず岡田がこれまで行ってきた英才教育について紹介していこうと思います。岡田が育て上げた選手と聞いて真っ先に名前が上がるのは、今回臨時コーチとしても指導した鳥谷敬ではないでしょうか。2003年自由獲得枠で入団した鳥谷、走攻守3拍子揃ったショートストップとして期待され、ゴールデンルーキーとして早い段階で注目されていました。しかし当時のショートには前年18年ぶりのリーグ優勝に貢献した藤本敦史がいたため、鳥谷に出番が回ってくるかは不透明な状態でした。しかし岡田は鳥谷を開幕戦にスタメン起用、これにはメディアから批判的な声が上がりました。なぜプロの世界で実績のない鳥谷を起用するのか、鳥谷が一軍のレベルに達しているとは思えない、このような意見が飛び交い、岡田と同じ早稲田大学の出身であるから優遇して起用しているのではないかという声も上がったほどでした。しかし岡田には鳥谷を起用した確固たる理由があったのです。怪我しない強い体やし、全てに安定していた。特に送球、大学の4年間で一塁への送球ミスは一度もなかったって言うんや、そういう裏付けがあったから俺は使い続けた。鳥谷をレギュラーにすれば向こう10年ショートで困ることはないと思った。岡田のこの言葉通り一軍で起用され続けた鳥谷、以降の鳥谷の活躍は説明不要でしょう。岡田は自身の育成論について評論家時代に次のように話していました。一軍レベルにある選手は経験とか関係なしにどんどん実践で使えばいいと思うよ。二軍で何本打っても相手も二軍やしな。2021年当時ルーキーだった佐藤輝明が53打席連続ノーヒットの大不振に陥り二軍に降格した際も次のように持論を展開していました。二軍に落として意味あるんかな、そんな簡単な話じゃないと思うけどな。続けて代打で起用するかという問いには、いや、1年目の選手に代打は酷よ、1打席で結果を出すのは難しいし、俺やったらそのまま使い続けるけどな、このようにたとえ調子が悪かろうと若く実力のある選手は一軍で起用し、さまざまな経験を積ませる方がいいと話しました。さらに岡田はこのような英才教育だけでなく選手への気配りも大事にし、時には選手の味方になる監督でもあるのです。岡田が二軍監督を務めていた2001年のこと、当時一軍監督を務めていたのは名将野村克也。そんな野村と相性が悪かった今岡誠がある日二軍に降格してきました。調子が悪いから降格してきたのだと思っていた岡田ですが、今岡本人は絶好調です。その言葉通り二軍戦ではヒットを連発していました。すると今岡の活躍を耳にした一軍首脳陣から岡田に一本の電話が入ります。その内容は今岡を昇格させたいというものでした。岡田は今岡にどうすると聞きますが、今岡はこのまま二軍で技術向上の時間に当てたいと話したそうです。当時のことを岡田は次のように振り返っていました。野村さんと今岡はうまいこと言ってなかった、今岡も上がりたないって言うからな、
社内から一軍のコーチに嘘ついたよ、ちょっと足ひねったんで無理ですって。なんとも岡田らしいエピソードですが、こうして時には選手の立場になることも英才教育の一つなのかもしれません。このように岡田の教育を受けた選手たちはその後素晴らしい活躍を見せており、今年もその教育を受けた選手たちが大きく成長することが期待できるでしょう。以上のことを踏まえた上で、現在最も注目を浴びているあの選手はどのような教育を受け、どのような評価を得ているのでしょうか。今年のタイガースにおいて現段階で最も注目を浴びている選手はドラフト1位ルーキーの森下翔太であると言えるでしょう。森下はキャンプ前に右足のコンディション不良で2軍スタートとなりましたが、それでも岡田は焦ってもしゃあない、開幕に間に合えばそれでええんやから、このように話し、森下を開幕メンバーとして考えていることがうかがえるコメントを残していました。その後の森下は順調に怪我が回復し、シートバッティングでは柵越えを連発、紅白戦や練習試合でもヒットを放ち、さすがのバッティングを披露。さらに外野ノックでは鋭い送球を見せ強肩ぶりをアピール、攻守にわたって大きな期待を抱かせる動きを見せてくれました。キャンプ終了後、森下の今後の起用法について岡田は次のように話しました。3月2週目くらいからローテーション投手が投げてくるから、その辺でどんどん打席に立たせるよ、右左関係なしに経験を積ませたいね。1年目の森下に主戦級投手のボールを見せ成長させる狙いがあるのでしょう。岡田の英才教育を受ける森下はこの起用法についてやる気を見せているようです。シーズンにつなげていかないと意味がない、立たせてもらえるならしっかり経験を積んでいきたいと思っています。本当にいろんな投手と対戦したいです。1年目とは思えない頼もしいコメントを残しました。2月23日に行われたドラゴンズとの練習試合、相手投手は大野雄大、小笠原慎之介、藤島健人と一軍で活躍する投手たちが相手でした。しかし森下は高校の先輩である小笠原のボールを捉えヒットを放ち、一軍の投手相手に結果を残しました。この試合の森下に対し岡田は、まあ対応しているんじゃないかなとコメント。このような活躍があったからこそオープン戦での一軍起用があると言えるのでしょう。そしてキャンプ終盤に行われた鳥谷との対談企画で森下のバッティングについて聞かれた岡田は、1年目の鳥谷より全然いいわと一言。これには鳥谷も苦笑いを浮かべました。続けて岡田は森下について次のように話しました。俺が入った時よりもええんちゃうかな。やっぱり触れるっていうのがいい。ボールの見逃し方もいいし、うまいこと自分なりにタイミングも取れてるし、ボール球は振らないと思うよ。鳥谷や岡田の1年目と比べても森下の方が上だというのですから、岡田が期待して育てたくなるのも理解ができます。さらに岡田は3月6日に行われる侍ジャパンとの壮行試合に森下を出場させると明言しました。誰が投げるか知らんけど、みんないい投手が出てくるわけやからね。経験させるには一番いいゲームやと思う。侍ジャパンともなれば一軍レベルどころか日本でもトップレベルの投手と対戦することになります。森下にとってこれほど大きな経験はないと言えるでしょう。そんな森下は3月4日のオリックスとのオープン戦で甲子園デビューとなることが濃厚と言われています。素直に楽しみです。ここでプレーすることが一番多くなるので、しっかり自分の目、足で確かめていきたいです。これからの活躍に期待がかかるコメントを残した森下。1年目から早くも岡田の英才教育を受け、レギュラーの座をつかもうとしている森下ですが、かつてのドラ1は現在どのような立場に立たされているのでしょうか。もうびっくりしたわ。体力ないよな。なんぼ頭で分かってても体がついてこんかったらどうしようもない。
1年間レギュラー張ってるんやったらそんなん通用せえへんよ。岡田は悩める大砲佐藤輝明に対して秋季キャンプで厳しい言葉をかけていました。岡田は評論家時代から佐藤に対してはグリップの維持の高さや守備の動きについて厳しい意見をぶつけていました。しかし監督就任直後は佐藤のサード固定を明言、打順もクリーンナップを打たせると話し、やはり大きな期待をかけているのだとトラトを安心させてくれました。しかしキャンプが始まると様子は一変、体力のなさに加え練習態度も指摘され、挙句の果てにはサード固定を白紙にすると記者たちに話すほどになってしまいました。秋季キャンプ終了時にはやらなあかんことは分かってると思うよ、子供じゃないやからね、2月にどんな姿を見せてくれるかやな、このように非常に厳しい言葉を浴びせました。佐藤は岡田に嫌われているのではないかという噂が立つほどになりましたが、このことについてタイガース OB の藤川球児は次のように言及しました。岡田さんがあれだけ厳しく叱っているのには理由があるはずです。佐藤がそれを理解できればこのチームは岡田さんが監督である限りずっとチャンスがあると思う。岡田さんはそれしか見ていないのかもしれません。あえて厳しく接することにより佐藤を奮起させチームに好影響を与えようとしていると話す藤川。その言葉通り今キャンプでの佐藤は岡田の不安を払拭する動きを見せました。初の実戦形式となったシートバッティングで佐藤は西純也の低めのボールを捉えてホームラン。その後も練習試合でヒットを量産するなど一皮むけた姿を見せました。岡田もそんな佐藤の姿に変化を感じているようでした。佐藤変わったよな、何かが変えたんやろな、明るいもんな最近な。佐藤のこの変化は岡田の言葉に発奮したとも取れるでしょう。佐藤も岡田による英才教育を受けた一人であると言えますが、キャンプ終了時には佐藤に対してまだまだ厳しいコメントを残していました。練習の見た目よりゲームの見た目は良くなったな、練習ではまだチャランポランに打っとるけどな、でもゲームの中での対応力というのはだいぶ良くなってきたんじゃないかな、ある程度結果も出てるしね。さらに秋季キャンプで苦言を呈していたサードの守備については普通やな、いいとも言えん、今年は1年間自分がサードを守るという明確な目標があるからな、それはあいつが自分なりに考えて1年間やっていくと思うよ、まだまだ合格点には達していないようでした。佐藤自身は今キャンプではバッティングフォームの改造にサードの守備の徹底とこれまでにないキャンプを過ごしたようで大きな充実感を得ているようでした。充実したキャンプを送れた、守備でもバッティングでもだんだんとシーズンで戦える準備はできています。開幕に向けて躍動する佐藤に期待が膨らみますね。佐藤に関しては特に厳しい言葉をかけてきた岡田ですが、これも英才教育の一つと言えるでしょう。ここまで森下や佐藤について英才教育を施し実践でどんどん経験させることについて話を広げてきましたが、タイガースの次世代を担う選手たちに対してもその教育は行き届いているようです。一軍のピッチャーのすごいボールを取って勉強することも必要じゃないかということでな、それで2人挙げたんよ。岡田のこの言葉通りキャンプ中盤に中川優と藤田健人の両選手を一軍に昇格、一軍で実戦の経験を積ませました。高卒2年目19歳の中川は昨年2軍で50試合に出場し打率2割9分5厘3本塁打とバッティングに定評があります。4年目21歳の藤田も身体能力の高さやキャッチャーとして大切なブロッキング能力、インサイドワークには定評があります。岡田は若い2人に期待をかけ1軍に昇格させましたが、キャンプ終盤では2
再び2軍へ降格。やはりまだ実力が伴わなかったのか、そう思った虎党も多いことでしょう。しかし岡田の考えは全く別のものがありました。キャンプ終了後、中川に対して岡田は次のように話しました。バッティングがええな、5力があるわ、使えるかもしれん。2軍で多くマスクをかぶらせるよ。キャッチャーは経験やからな。なんと中川を強化指定選手に指名し、これからは2軍で多くの経験を積ませると明言。まだ20歳にもなっていない中川が成長を見せ、早い段階で正捕手となれば、タイガースの未来は非常に明るいものがあると言えるでしょう。岡田はキャッチャーの存在はチーム力を向上させる上で絶対的なものがあると評論家時代に話をしていました。強いチームにはいいキャッチャーがいる。それもどっしりと正捕手の座を掴んでいるキャッチャーがね。いい正捕手がいるチームは安定した戦いができるからね。さらに岡田は一次政権時の際の経験を踏まえて、どのようなキャッチャーが必要かを細かに話していました。2005年に優勝した時は矢野が不動のキャッチャーだった。とにかく安心できるキャッチャーだったよ。セオリーを大事にして安全運転を心がけるキャッチャー。こういうキャッチャーはベンチに安心感を与える。現在は梅野が正捕手の座に君臨していますが、中川や藤田のような若いキャッチャーが岡田の言うセオリーを大事にする野球を体得すれば、正捕手の座を奪うことも大いにあり得るでしょう。今回の一軍の経験は大きなものであったと中川は次のように話しました。1年間経験を積んで一軍でも落ち着いてできました。周りも見えるようになりましたし、どんどん経験を積んでいきたいです。そして藤田はホークスの甲斐拓也と自主トレを行い、捕手は我慢することと教わったと話し、さらなる飛躍が期待できそうです。現段階で正捕手の梅野、第二捕手の坂本は1年を通して一軍で活躍することが予想されます。さらに坂枝裕樹や長坂健也など一軍の経験があるキャッチャーが並んでおり、中川や藤田には大きな壁となって立ちはだかるでしょう。しかし岡田の英才教育を受け進化を遂げれば、若い選手を優先して起用するのは当然のことです。すぐに一軍で結果をというわけにはいかないでしょうが、二軍で多くの経験を積んで、いつか必ずやってくるチャンスをしっかりと掴んでほしいですね。今回は岡田の英才教育について話を広げてきましたが、岡田は現在のタイガースは若く経験のある選手が少ないため、ある程度は自分が引っ張ると話しています。選手に任せて1年間やろうとは思ってないよ。選手と一緒にやらなあかん。ベテランがいない若いチームやから、形ができるまでは俺が引っ張るよ。タイガースは現時点で12球団で唯一昭和生まれの選手がいない若いチーム。最高齢が西勇輝の32歳ですから、岡田の話すようにベテランと言われる存在がいないことは確かです。そんなチーム状況で岡田が自らチームを引っ張ろうとする姿勢は頼もしいものがあります。さらに岡田は今シーズンからキャプテンを廃止した背景には、まだ任せられる選手がいないよと話し、俺がキャプテンマークつけてもええよと冗談交じりに笑いました。しかしこれには SNS 上で虎党が反応。監督がキャプテンか、おもろいやん。全然ありやろ。今までなかったし見てみたいわ。このように岡田をキャプテンに推す声があふれ返りました。開幕まで残りわずかとなってきましたが、今回紹介した英才教育を受けた選手たちと岡田の類まれなるリーダーシップが合わされば、18年ぶりのアレも現実のものとなるでしょう。新生岡田タイガースのこれからに注目です。